やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。そしたらリスナーの部屋見る配信しないの？うわー、お前らの部屋ってどんなんなの？なんか適当に写真撮ってディスコードに貼ってよ。女の子でもいいよ。とか女の子の部屋が見たい。ねえ、女の子の部屋見たい。頼む、一生のお願い。すごい、すごい、一発目にちょうどいい。いや、素晴らしいわ。こうだよな、やっぱり、パソコンデスクって。え、すごいね、マジで。マジですごい、かっちょいい、ほんとに。わー、こう、みんなバンギラスが好きなの、まあ、3バンギラスいいんだけど、カードもバンギラスじゃない？なんかこう見るとね、周辺機器って揃いたくなるよな。もともと独房ここ。ドアのテイスト独房すぎない？独房買い取ったの？初めてこの人が生活するスペースでタイル見た、このタイプの。PC とかなくても送っていいよ。なんでもいい、ほんとに。お前らの部屋が見たい、今。あー、男部屋だなー！いい！非常にいい！これで漫画見ながら人の配信見てさ、ここでディスコード確認しながらネットフリックスでしょ？いい生活送ってんな、お前。お前ら思ってる全然綺麗にしてるじゃん。はぁ、クズハさんオタクです。クズハさんオタクではあるけど、まあ、俺もなんかここに作ろっかな。ここに作る配信しよっかな。ショーケース。ちょっとこういうの見るとモチベーション上がってきた。シンプルだ。仕事できそう。しかもゲーミング PC ですらなくない？もはや。いや、ここだけマジ気になるけどな。ここほんと気になるわ。無理だろ、ここに座ったら。23型は。遠すぎるだろ。かわいい。俺やん！俺やん！俺だし。そもそも綺麗だな。ちゃんと白で統一されてるしな。しかもなんかこれペン置いてあるから絵も描くんじゃねえか？俺、すごい、丁寧に生きてるよね。これとかさ、スマホとかすごいペッて貼れるスタンドでしょ？俺もこういうのアマゾンで見るとさ、絶対使うわと思って買ったらさ、もうどこ行ったのかわかんねえよ。こういう、いい、丁寧に暮らしてていいよね。この対比が美しいわ！この対比美しくね？これえ、お前何？この、薬物とかやってんの？これ。このなんか。でもさ、ここがどんだけ汚くてもいいよな。わかるよ。ここの間が綺麗であることが大切だね。男って。ここの汚さとかほんとでもよくない。このモニターとモニターの間が綺麗に揃ってんの大切だね。ビチッってなってんのがかっこいいんだな。お！趣味がばらけてんな。ふわっち。アイドルの子がいて、カスがいて。いいね。趣味が広い。お前、コータ、お前、俺の動画編集の周辺機器なんだけど、お前、こんなにデスク綺麗になったの？お前、俺と会った時は段ボールの上でゲームしてたじゃねえかよ。なんか、ほんとにここで仕事してそうなやつやん。おお！河川さんの壁紙じゃない？この扇風機かわいいね。足熱くなっちゃうんだ。ゲーム集中してると。PC も冷やして足も冷えて一石二鳥ですね。いいね。シンプルなのいいよね。パソコンとかさ、コラボして売るっていう時にさ、透けてるとかお前ら必要としてんのかなと思ったけど、ここ透けてる人多いね。やっぱここに魅力を感じるんだね、みんな。かっけーマジですぐうんこ行きたくなっちゃう、俺こんな部屋住んだら。本に囲まれると便意がすごいんだよね。ジャンルもいろいろあるやん、マジで。寝カフェやん。アヒルの空からカイジまであってさ。こういうお仕事してるの？デザイナーさんみたいな？センスで光ってるね。オルメル君いるし。
映画のポスターたくさん貼ってあるね。でも絵も描くんだろうね、自分で。ああ、だって、あるやつ初めて見た。そんなにゲーム性あるもんなの？練習機？その金かけるところはさ、人それぞれなんだけど、んー、その、ここに金かけたくならん、まず。勉強机に。うわ、ふわふわだ。ふわふわだ。ま、キーボード、押せないじゃん！パーティーしてるよ、キーボードの上で。ねえ、マイメロが。F8 とか F7 犠牲になってるけど。ゲーム中たまに使わない？キャラの頭押すんだろ。出すとしても不便だろ。あ、待って。言うやいいやけど、ここに。俺もう、すぐさま気づいたよ。今のグラボってこんなんできんの？ここのデザイン変えられんの？すごいね。CPU クーラーなんだ。わー。コンクリだぜ。俺のね、脳みそにはこういうのを垂れ下げる思考はないんだよね。羨ましいなぁ、そのセンス。わーお。コンパクトで好き。コンパクトで好きだなぁ。ドーンってでかい空間よりかはな、これでコンパクトになった方がね、没入感あるよね。やっぱ女の子白統一とかなんか色統一してんのがいいね。お、俺いいんじゃん、ここ。おしゃれじゃね？ミュージックプレイヤー。これ CD でしょ？これカチッてはめたらこっから音流れないでしょ？なんか汚ねえ部屋とかマジ少ねえな、お前ら。結構丁寧に生きてるな。あ、来たー！来た来た来たー！まあでも男部屋って男か？いや、これ際どいな。現役 JK です、書いてあるわ、ここに。現役 JK だって。エレキギターやんだ。わー。いや、俺もなんか PC デスク周りちょっと、なんかしようかな。綺麗に。マジでお前らにモチベーション上げられる。けど、ここ、めっちゃ気にならん、ここ。お前なんでここにタンスある？コンパクト上、ここまででここ、ちょっと待って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 。マウスパッドどうした？タイルの一角やん。マットだよ、これ、マット。地面に引き詰めるやつでしょ。しかも結構黄ばんでるから長いし、歴史が。モテ家だわ、こんなん。100人女やん。でもなんかこの机の向きは気になるよ。こっち向くよ、室井さんやん、こんなん。寝てる女を見る席。この女を抱いたんだな。映画のこれパンフレットとかバーって、しかもパンフレットのセンスいいな。イエスマンあって、ナイトメアビフォークリスマスあって、ジョンウィックあって、レオンあって、オーシャンシリーズあって、お前いいな、センスが。自分で書いてんだ。ジョーカーうま、ジョーカーうま。受験生です。ゲーミング PC しまいました。えら。でも俺の配信見てもうてるぞ。高2の普通の部屋。高2でこの環境って羨ましすぎる。普通じゃねえよ、お前。幸せを噛み締めろ。あららららららら。あら。まあ、段ボールは許そう。片付けるのめんどくせえからな。なんかペットボトルとか散乱してないだけいいと思うけどね。なんか汚いけど、絶望的ではないというかさ、ちゃんとゴミをここに捨てようっていう意思のあるゴミ袋がここにあるじゃんね。ここにちょっと努力が見えるけどな、空気清浄機とダイソンが。お前、ケツでヤスリかけとんの？これ。下月めやさんのファンの人？写真集びっちりやんね。こっちに飾んないで、こっちに飾んのがいいね。てかなんか、いい、空間が良くない？なんか、背面の壁とこっちの壁、近いね。秘密基地感じるね。クローゼットの扉を取り除いてデスクを入れました。ぶち込んでんだ、これ。
かっけえ。ぴったりすっぽり入ってんだね。しかもなんか燃やしてるし、お前アナマスやん。あ、映画のお前スターウォーズ好きだから、なんかすごいヨーダ中なんだね。綺麗だ、綺麗だね。そう考えるとなんか俺って趣味がこの部屋にねえな。確かにマーベルとか好きだけどさ、飾り方雑すぎるもんな。これなんかいつかの配信で使ったすごい安物の釣り竿がなんでここあんのか俺は分かんない。もうお前ここ映せ、お前ここに地獄が広がる、お前ここ映せ、ここお前竹の子派の面汚しが、ふざけんな、キノコ食っとけ。ふわふわ来たね。定期的にふわふわ来るんだけど、癒されるっていうか、カーテンすごっ、かゆいね、カーテンが。マックだし、このホワイトボードは何これ、いいね。なんでお前喫煙者なのにこんなに白が綺麗なの。これ紙タバコじゃないのこれ。ありえないことが起きてるね、こんな真っ白なの。綺麗に白いの。受験です。受験頑張れよ。やっぱ、こことここは、なんか、ね、参考になるわ。パソコンデスクと背面は近い方が男のロマンだわ。なんか、くすぐられる。心が。いいなって感じるわ。これが良くない？これが一気におしゃれにしてるね。飯食ってたのか、ごめんな。ローストビーフと酒、刺身をつまみに酒をたしなんだったのにごめんな。写真撮るとか言っちゃって。うわー、すごい！キューピファイヤー！染まってるねー！このサイン誰なんだろう、これ。ドパじゃない？3枚いいな。でも俺3枚もあったら余しそうだけどね。何使ってんねん。いやーってやった。この空間作るために。いやーってやったろ。すごい。喉やられすぎじゃない？なんか痛み止めがあったりさ、戦うに咳止めがあったり。お大事にしてください。いいね。な、まあ、な、これが男の部屋。俺もなんか、こんな感じだった、前の部屋は。これだよな、男の部屋って。全部詰め込まれてるじゃんね、これが。はっきり言って100点まである。オラフが、やっぱ白いところにはオラフがいるんだ。何買ってんの、これ。見えない、ハムスターかな？くるくるあるもんね。男部屋って感じだね。これ何？え、ラファエルの家なのこれ。ラファエルさんこれ。ラファエルの家っぽい。思ったよりなんかあんなになんか稼いだ動画とか出してもこんな部屋なんだな。こんな感じの部屋だね。おい、趣味貼るとこちゃうぞ、お前。ここで配信見てんのかな、なんか。畳がいいね。そういえばこんだけ長く見てても畳はいなかったな。ゲームしてトレーニングしてな。うわ。シンプルに。おっと、ペペローションだぞ。最近すべて伏せました。捨て、これは必要だもんな、ペペローションは。ギャー！すげえ！でっけえ、カキピー、これ何？こんな売ってんの？水槽ぐらいでけえじゃん。パソコンの中に置くの？へぇー！いいね。この二人が好きなのいいね。生みの親だもんな。化け物の。いや、ちょっと俺も、おほぉパンチ強いの来たな。ちゃんと保湿はね、怠らないね。保湿は怠らないんだけどね。
俺のファンミーティング来てくれたんだ。ありがとうございます。俺の視聴者そんなお部屋いねえんだな。バケモン見てみたかったけどね。いや、これバケモン晴れてないんじゃない？やっぱり。みんなにちょっと飲まれてない。綺麗なやつが多すぎて、お、これは、どうだ？俺貼るときかってなってんじゃないの？ほら、すごいもん、みんなセンスが。美しい宇宙だもん。ラプラスダークネスだ。ラプラスダークネス色これ、まさか。なんか、こんなもんさ、別に、男からすると、めっちゃ汚れてるうち入んねえもんな、別に。このさ、管理、吸い殻、ここはどうにかした方がいいかもしれないけど。許容範囲であるよね。もっとのやついるやんね。ああいや、これコレクションや。これどこなのわかんないよ。なんでここまで貯蓄しちゃうの？コレクションじゃん、ほんとに。いや、癖すげえな。この瞬間あるんだ。ファンキーモンキーベイビーズのタイミング。皆さん綺麗にしてるみたいで、私ただ単純になんかね、参考になりました。なんかちょっと、潜んでそうではあるけどね。いたね。てかこれどうやって撮ってんの？お前がゴミな説ない？お前ゴミじゃん。ゴミしてんやん。